第3戦鈴鹿、オールレッドからブラックアウトで今スタート切っていきました。ポールから大湯井スタート、2番手坪井もついていく、3番手野尻ちょっと言えました。牽制ポールからしっかりと大湯井が前を押されていきます。さあ後ろでは宮田理友が平川のインに入ってきた。使いましたね。そうなんですよ。ですから前の車をね抜きに行って失敗するとこれが起こるんですね、今のスーパーフォーミュラ。さあ入った、入ったもん勝ちか。リアムローソンが先に入ります。無限はリアムローソンを先、そして坪井がピットに入ります。2番手走行の坪井が入ります。坪井はリアムローソン選手に反応したんですね。さあリアムローソンがここで前に出ます。いやどうでしょう、どうでしょう。さあ守りました、守りました。さあ大井俊樹、大事な大事なピット作業。まずはね一旦は下がると思うんですね。坪井とは現状31秒2、ですから状況的には、野尻の前に戻ってくるということになります。さあまずはここはピット作業を送り出したい。 CGM グランプリ6秒フラット、早い見事な作業。さあポールトゥーウィンに向けまして、まずはチームとしてもやるべきことはやりました。さあ坪井来た、一旦前行きます。はい、ローソン選手も一旦前です。野尻の前には入りたい。そうですね、入れます、入れます。坪井、ローソン、そして野尻の前で、さあ大井俊樹が復帰。さあここからいけいけ大井が見れるかどうか。10周違いますからね、タイヤの使用度が。残り10周です。さあその10周でさあどのぐらいのタイムで。さあ野尻があっという間に差を詰める、野尻があっという間に差を詰める。10周だ、なんということだ。大湯そして野尻2台がまさかの接触クラッシュ。そこは入れないですね、野尻選手ね。先に締めてましたもんね。これはやはり野尻の方がちょっとこう無理をしてしまったというか。そうでしょうね。こういうです。おーいおーい、なんでなんでこうなんの、なんで。やはりセーフティーカー。あーそうですね、セーフティーカーが入ります。脇坂さん、やはり野尻として宮田理友選手とてつもないタイミングで入ってきてませんか。あー、そうですね、これ。さあ、はい、セーフティーカーで宮田理友、はい、そして平川も入ってきています。はい、あー坪井が前、坪井前、リアムローソンも行きます。3番手ですね、宮田が3番手にジャンプアップ。平川が4番、ただ山下が来てますので、ホワイトラインまでどっちが前。平川です。平川が前です。はい、優勝争い、そして表彰台圏内の争い激しくなっています。いい抑えに来てるよ。さあ後ろついた、左に振る、宮田理友一気にストレート、一気にストレート、サイドバイサイド、外から打った、外刈り1本、宮田理友決めました。後ろも行ってるよ、平川亮。さあローソンと平川、ローソンと平川、平川が前、最終コーナーを立ち上がってくる、宮田理友がやってくる、待ちに待ったスーパーフォーミュラ初優勝。素晴らしい、理友おめでとう、坪井も頑張った。そして2位に坪井翔、3番手平川、リアムローソン4番手。待ちに待ったスーパーフォーミュラ初優勝、バンテリンチームとの宮田理友です。